チーズフォンデュの失敗見てよ。なんか癒されんの来た。俺チーズフォンデュ嫌いやけど見ようかな。チーズフォンデュの失敗。鈴宮春日の憂鬱みたいでええやないか。もうだって作ってる人がなんか、何この人。残ってんの高木ブーさんの若い頃そうチーズが上にな。んやこれなあ、癒された。これがチー牛かって。逆再生も見よ。え、さっきのさっきのチーズフォンデュの逆再生。科学者に見えてきたこの人が。すごい発明してる。すごい技術や。世の中にはすごい人がおるんやな。なんかキャラクターで得してるよな、あの人。これが人徳ってやつか。